はい、皆さんこんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。これからも応援よろしくお願いいたします。仏教神学研究会では、宗教団体が現金の寄付を出すことを禁止すべきであるという問題提起をしてきておりまして、その中で創価学会が国内国外のあちらこちらに現金の寄付をばらまいていることを批判してきております。なぜ宗教団体の現金の寄付がダメなのかということでございますが、まず1番目ですね。はい、宗教の本意は、言葉の説法あるいは慈善活動とかですね、あるいはボランティア活動といった行動であるはずでありまして、現金の寄付のばらまきっていうのはですね、これ宗教の本意ではないはずでありますね。はい、それから2番目ですね。宗教団体にはお金を持っている宗教団体がある一方で、お金はですね、お金のない宗教団体もたくさんあるわけでございます。現金の寄付を出すということになると、それなりの財力、経済力を持っていなければならないわけでありまして、現金の寄付を是とした場合、まあ、OK とした場合ですね、これは財力、経済力を持った宗教団体が圧倒的に有利になってしまうわけですね。で、お金のない宗教団体は現金の寄付をやりたくてもできない。逆にお金を持っている宗教団体は現金の寄付をもうやりたい放題ということになり、まあ、ここに著しい不公平が生じるということになります。宗教団体の間でこんな不公平が生じるのは由々しき事態ではないでしょうか。それから3番目にですね、現金の寄付を是とした場合、まあ、OK とした場合にですね、お金を持っていないと現金の寄付ができないわけですから、どんな手段を使ってもお金集めをやろうという宗教団体が出てまいります。現に日本の宗教団体の中にはそういう無理な金集めをやっている宗教団体がいくつもあることは承知の事実でございます。日蓮宗師は創価学会は大丈夫でしょうか。日蓮宗師や創価学会さんは大丈夫でしょうか。はい、宗教団体が無理な金集めに走るのは宗教団体の本来の目的から大きな逸脱ということになるわけでございます。で、4番目にはですね、日本の宗教団体は免税特権を受けておりまして、特に、まあ、金集めをやって集めた巨額の供養金、不正にはですね、一切の税金がかかっておりません。宗教団体が現金の寄付をばらまく財力があるのであれば、きちんと日本政府に税金を納めるべきであります。それから5番目、財力、経済力に物を言わせて、国の内外に現金の寄付をばらまくというのは、これは実質的な買収行為であります。これらの理由から、宗教団体の現金の寄付を禁止すべきであるということを提言させていただいておる次第でございます。まあ、そういった中にありまして、またまた政教新聞に創価学会が現金の寄付をばらまいた記事が出ました。2020年5月2日付政教新聞一面の左下です。ここに創価学会が UNHCR 国連難民高等弁務官事務所に500万円の支援金を寄付したという記事が載っております。はい、まあ、この囲ってるところですけどね。はい、ちょっとこれ読んでみたいと思います。はい、新型コロナ緊急人道援助 UNHCR に支援金という題名がついていますね。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う緊急人道支援の一環として創価学会はこのほど UNHCR
国連難民高等弁務官事務所に500万円の支援金を寄付した。紛争などが理由で故郷を追われた難民避難民は世界で7000万人を超える。多くの場合十分な医療環境がなく衛生状態も悪い状況下での生活を余儀なくされていることから感染が広がった場合の深刻な影響が懸念されていると。 UNHCR では保健や衛生分野などで支援を強化しており、今回の寄付は同組織からの支援の呼びかけに応じたもの。国連 UNHCR 協会を通じて届けられたと、こんなことが書いてあるんですね。まあ、この中で創価学会が今回の寄付をなぜしたのかという点について、同組織からの支援の呼びかけに応じたものだとしております。現金の寄付が批判されていることを意識してこんなことを書いているんでしょうか。UNHCR からの支援の呼びかけに応じるのであれば、何も現金の寄付以外にも方法はあるんじゃないでしょうか。それから新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けているのは何も難民だけではありません。経済活動の自粛の影響で日本国内にも困っている人はたくさんいらっしゃるわけですね。10万円の現金給付だけでは足りないとか、売上がゼロになったとか、あるいは家賃が払えないとか、休業保障だけでは生活ができないとか、いろんな方面の人が政府に支援要請をしております。創価学会が国の内外あっちこっちに現金の寄付をばらまく余裕があるんであれば、全ての免税特権を返上して一般の会社法人並みに法人税固定資産税を納めたらどうなんでしょうか。ご覧の皆様はどのように思われましたでしょうか。ご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。